そこはかとない多幸感さんからです。力士さん、ジョージの皆さん、こんにち、ジョエル・ロブション。初めてお便りを送らせていただきます。早速ですが、私にはとてもとても大きな悩みがあります。それは性の初体験をお店で済ませて良いのかということです。現在私は19歳で4月から大学2年生になります。しかし今までの人生で女性とお付き合いしたことが一度もなく、また女性とお話しする機会もあまりなかったため、これから先どうやって恋人を作ればいいのか、どう女性にアプローチすれば良いのかさっぱりなのです。今これを聞いているジョージの皆様が抱いているであろう誤解に一つ訂正を入れたいのですが、私は何も太っているだとか容姿が特段劣っているとかいうわけでもなく、逆に身だしなみや清潔さには波以上に気をつけている人間です。というか、顔が整っている部類に入ると自負しています。実際にイケメンだねと面と向かって言われることも多く、かつてのバイト先ではどこでもようやくうちの職場にもイケメンが入ってくれたと喜ばれましたし、高校時代には女子生徒が行っているよくある学年イケメンランキングなるもので四天王の一人として位置づけられていました。しかしここでジョージの皆様が抱いているであろう私のイメージについて一つ言いたいことがあります。そうです、私の性格が終わっているのです。大正解です、おめでとうございます。人を見下し心の中でバカにすることが常な、自分でもびっくりするくらいの終わってるやつなのです。それに加えて私は生まれ持ってのカッコつけ屋でスカシ屋なのです。よく見られたい、かっこいいと思ってほしいと今までスカした学校生活をしてきました。ミステリアス系クールイケメンを狙っていた私、主にドストエフスキーの本を表紙全開で読み出したり、意識して無口無表情を貫いてみたり、無意味に流し目を繰り出してみたり、どうしても喋らなければいけない場合は少し吐息を混ぜて声を出してみたり、そうしてカッコつけていると狙い通りある程度の視線を女の子からもらうこともありましたし、逆に男からある種の尊敬をもらうこともできました。しかし実際に僕と喋ると素の性格が露呈して、あ、この人思ってたの違うと思われ、そして付き合うまでに至らないということが本当に多かったのです。その結果、ただのあんま喋らない読書君という近年まれに見る典型的な陰のポジションに収まっていたのです。そんなこんなで自らの前田種により女の子と喋る機会を失った私は、19歳の今の今まで恋人未だゼロ童貞という悲しい無口くんになってしまいました。そのおかげで今では女の子とは喋ることすら緊張するというか、人と会話することが苦手になってしまいました。そこで無理やり童貞を卒業すれば、人に対する、とりわけ女の子に対する苦手意識を無理やり解消できるのでは作戦へと思い至った次第なのです。無理やり心のギアをフルスロットルにして、ある種のハイのような状態に持っていけば、喋る前に必ず、あ、というような顔なしの泣き声をかますこともなくなるのではないかと思うのです。力士さん、こんな私の作戦は間違っているでしょうか？間違っているのなら何か他の改善策を、そうでないなら後押しの一言をいただけないでしょうか？というお便りでございます。いやー、盛り上がるでしょう。なかなか2点3点するね。なんだこいつ、こいつ、性格終わってんなと思ったら、そうです、私は性格が終わってるんですっていうね。これ変なおじさんシステムですよね。このおじさん変なんですって言ったと思ったら、そうです、私が変なおじさんですっていう。なかなかね、こう卑怯なね、スタイルですけどね。まあまあまあね、生まれ持ってのカッコつけ屋でスカシ屋というのはね、こんにちジョエル・ロブションの時点でもうバレてますからね。なんで挨拶でガストロノミーの巨匠シェフの名前出すかね。調べちゃったわ、誰だっけっつって。ジョエル・ロブション。で、まあ、結論から言うと、絶対うまくいかないっす。もう一回出し入れしたくらいで、何にも変わんないぜ。何にも変わんないぜ。本当に。あー、か、みたいな。マジの感想として、ね、まあ、お店に行って帰ってきました。感想。あー、か。翌日から、あなた心何にもかんで、はいにも多分ならないと思う。はいとかじゃないんだよね。急にそのね、交わったからって、スーパーサイヤ人になれるわけでもなく、ね。ただ、その、お前があるだけ。ポコチン以外は何も変わってないお前があるだけという。これはね、うん。だし、あと多分ね、その、ね、自分よく見せたい、で、なんか人を心の中で見下してしまうっていうのが、どんどん多分内向きになっていって、多分自分が決めた基準に自分が追いついてないことの自己嫌悪で、多分今苦しんでると思うんですよね。だからなんか、
せめてこう童貞だけは抜け出したいみたいになるんだけどね、興味19の童貞なんてもう5万といるもんね。何にもね、多分自分に求めるハードルとかね、あいつ童貞くせえなみたいなことを他人に言ってたツケが今回ってきてるんだけど、ただの普通の人だもんね。これはもうね、うん。だからまずその自分の価値基準みたいなものを変えることの方が、多分ね、筆下ろししてもらうよりもよほどが大事だとね、もう真面目に答えますよ。じゃあ何すりゃいいかっつったら、なんでしょうね。今思うのは、普段どんな格好してるか知らないけど、なんかこう、変わった気持ち悪いトレーナーを着てみるとかね。気持ち悪い柄のトレーナーとか、あるいはなんかこうね、可愛いやつ。トムとジェリーとかのトレーナーをこう着てみる。そういうとこからね、外見から始めてみる。で、本当にあなたの見た目がシュッと整って清潔感あってかっこいいなら、何着たって似合うわけだからね。菅田将暉を参考にしたファッションから始めてみようと。そういうところで、ビクビクする自分みたいなものときちんと向き合う。でも意外とそういうの関係なく、やってもらえるんだな、なんか交流してもらえるんだなみたいな、そういうところを理解していくところからじゃないですかね。もう多分カッコつけ方が間違ってるってのは多分お便り書いてる時点で分かってると思うんで、次行きましょう。ちょっとトレーナーでボケてみようじゃあ。いいよ、春先だからね、どんな陽気な格好しちゃっていいんだよ。これでなんか分かんないけど、ちょっとこうなんだろうね、なんか間違って急にその坊主頭にするとか、スキンヘッドにするとか、そっち行く人いるんだけど、そういう思いっきりじゃないんですよね。徐々に変えていかないといけない。歯医者に通うとかから始まったっていいわけですよ。なんならね。銀歯を一個変えるとか、細かいところから急にド金髪にせえとか、ね。なんか筋トレでバキバキになって、架空のあいつらを見返してやるとか、そういうところからじゃなくていい。鏡に映る自分をちょっとずつ変えていくところからじゃないですかね。だって多分もう、プロのお姉さんは、もう、あなたの、その、心のペニスまではどうしようもないぜ、多分。お前が今のところは、本当に自分で慰めると書いて、なんとか今は G で行くしかない。向き合え。G と向き合え、むしろ。18、19、20の時なんて、もうラストチャンスなんだから。もう、精神誠意、人生決める G するとしたら、そこしかない。だからお店通う前にだ。多分そっちね、通うっつっちゃったよ。そっちからだと思います。あなたのね、うん、ね。こんだけね、このね、もう復活したばっかりのこのラジオにこんだけの長文をね、そそり立たせるだけのあれがあるんだから。ね。あとは自分でどうやって触れていくか。そっちから研究していきましょう。ね。多分その時間はいっぱいあるはずなんで。それからでもいいと思うよ。ね。お店、調べるのは。はいね。いや、でもいいお便りでした。ありがとうございますね。皆さんもぜひね、人生の先輩として何か言いたいことがあったらぜひぜひコメントしてくださいね。悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない。見たこと